どうも、ベン・リーです。今日は生卵を黄身と白身に簡単に綺麗に分ける方法を2つご紹介します。1つ目はお玉を使った方法をご紹介します。生卵をお椀に入れました。生卵の上からお玉をこのままぐーっと押して入れていきます。きれいに黄身と白身を分けることができました。2つ目はペットボトルを使った方法をご紹介します。ペットボトルを少し潰します。潰して中の空気を抜いて卵の黄身につけたらゆっくりと手を離していきます。新しいお皿に黄身をまたゆっくりと戻してあげるとこんなに綺麗に黄身だけを取ることができました。お玉とペットボトルを使って簡単に綺麗に白身と黄身を分けることができましたよね。では